どうも、アイチです。今回はこちら、受験生は恋愛しない方がいいですかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。で、これ相談にいくつか種類があって、例えば今恋人がいる、まあ、彼氏彼女がいる人からちょっと受験終わるまで別れた方がいいですかねみたいな相談もあったりするんですよ。俺ちょっとわからないんですけど、その感覚が実は。で、あとは多いのは好きな人がいて告白するのって今したら邪魔ですかねっていう。で、この時期も今来るんですけど、夏過ぎくらいからね、すごい来る。まあ、受験まであと半年ぐらいになった時に告白したいんだけど、今しちゃうとお互いに受験生だし邪魔になる、自分にとっても良くないし相手にとっても良くないですかねみたいな相談も出てくるんですよ。で、まあ、よく恋愛がさ、その受験勉強とか、あとまあスポーツ打ち込んでる人だったら、そのスポーツの練習とかの邪魔になるかならないかみたいなね、議論がたまに出てきますけど、俺は、いや、俺は恋愛は邪魔にならない、と思ってる人間なので、恋愛しなっていう風に言っちゃうのね。まあ、実際自分も恋愛をしてたし、大学受験の時はね、高校受験の時は中学で彼女いたことないからさ、そう、なかったけど。で、どう思ってるかっていうと、まあ、恋愛しろしろとは思うんだけど、一個は、相手はちょっと選ぼうねっていうところは実は思っていて、特にね、中学生の恋愛で見かけることが多かったんだけど、俺は。例えば、じゃあ男の子がいる。で、彼女がいるとするじゃんか。で、その時に、その彼女が、例えば、LINE をすぐ返さないと怒る彼女だったりとか。で、男の子勉強頑張りたいんだよ。頑張りたいけど優しい子なんで、まあ、返信返すじゃん。でも、いつも言うように、LINE って、まあ、LINE ってスマホもそうだけど、まあ、勉強の邪魔なわけ。基本的には。そう。だから、来たら早く返してあげなきゃなって気になりながら勉強するのってものすごいデメリットがでかいのね。そう、勉強集中できてないからさ。でも、その彼女は、すぐ返してよって。で、ちょっと勉強やりたいんだよねみたいな言うと、え、私と勉強どっちが大事なのって普通に言う子がいたの。俺の生徒の彼女に。で、結構いたわけ、そういう子。逆もね、そう、男でもいるし。そう、え、俺とどっちが大事なのみたいな。おいおい、待てと。そう。そういう相手だったら、俺はちょっと違うかな。まあ、違うかなって別れちゃっていいんじゃねみたいな思っちゃう。まあ、好きはさ、好きだからしょうがないとこもあると思うんだけど、やっぱり恋愛、まあ、恋愛だけじゃないんだけどさ、結局、自分にとってもそうだし、相手にとってもお互いにも高め合えるのがいいじゃんって思うの。友達関係もそうだと思うんだけど、足の引っ張り合いするような恋愛なんかするべきじゃないし、で、まあ、受験生同士であればさ、お互い頑張ろうねっていう言い合える仲が良くない？例えば、じゃあ勉強したいってなった時に、今からじゃあ何分、まあ分かんないけど、どこどこまでちょっと勉強するから LINE 返せないけどって言った時に、あ、OKOK、じゃあ俺も頑張るから一緒に頑張ろうねって言ってくれる相手がいいと思うんだよ、俺は。そういう相手だったらさ、だって一緒に頑張って、だって大好きな人とさ、一緒に頑張れるってものすごい大きな力になると思ってて、まあ、それでさ、会えないとかさ、寂しいとかさ、そういう感情は出てくると思うけど、でもそれさえも乗り越えられるようなものが、プラスのものがもらえると思うのね。で、恋愛っていうのは、もちろんデートしたりとかさ、その LINE 返す時間とかさ、そこで時間は取られるわけ。時間取られるから、物理的に、そう、時間が取られるっていうデメリットは確実に発生すると思う。思うけど、それを、それさえもプラスに、それ以上のプラスのものが、俺はあると思って恋愛には、だから良くない？って思うのね。ただ、言うようにやっぱり相手は選んだ方がいいし、好きになったもん負け？好きにさせたもん勝ち？みたいな。言うけどさ、でもまあね、相手が自分と付き合っててさ、なんかこう、なんだ、足を引っ張るじゃないけど、こうペースを乱されるとかそういうんでなってしまうんだったらちょっと考えた方がいいかなと思うけどさ、せっかく付き合ってるんだったら、それでこう一緒に頑張ろうぜみたいなのが言える仲だったら、そのままね、こう付き合ってたらいいし、で、告白するかどうかっていうところは微妙なんだけど、自分はまずいなよって、俺は言っちゃいたい人なのね。で、言っちゃいたくて言って、中学の時に全敗してるんだけど、俺は。全部断られたけど。でも、なんか、そうなんだよね。言っておきたい。で、スッキリして次に切り替えてっていう風な方が、俺はいい、合ってた人間なんで、そういう風にやってたけどさ。まあまあまあ。そこはね、まあ会ってさ、告白して、例えばダメで、で、その後、ね、友達関係が崩れちゃって、なんかギクシャクしちゃってとか、そういうのが嫌だったら、まあ、踏みとどまるのもありかなとは思うけどさ。っていう感じです。はい。なので、まあ、まとめきれないんですけど、
まあ、俺は恋愛はしていいんじゃないかなと。もちろんメリハリは大事だけどね、まあ、ぜひぜひいい恋愛を、で高校生も中学生も大学生もよくわかんないけどね、いい恋愛をしてもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。